1曲、ドラはリャンワン、プレイヤーはなんちゃです。プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。よろしくお願いします。流局。ちょっと待って、何から行くんじゃなかった。スフレンダが出たんだけど。トン2局、一本場、ドラはキューピン、プレイヤーは親です。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。声入ってたかな。なんとかしてください。これつけんの忘れてた。やばい、怒られる。ごめんなさい。今数分連打出たね。受ける。あ、3色見える。やろうやろう。え、てか今何、え、今何、マイクもついてなかったし、数分連打だし、なんだなんち。泣きます。これね、3色赤ドラドラですからね。6ピンとあと3ピン、ピンズピンズ。でもね、高いんだね、ピンズが場に。ソーズが安めで。はぁ、今なんかドキドキした。なんから切らなきゃよかったんだ。ニャンピン切るよ。ソーズの方がね、通りやすそうなんで、残すのはソーズ。イーソーと急ソーはどっちかな。急ソー切ろうかな。今ね、すでにリャンソーが3枚見えなので、イーソーの方が安全かな。ションパイじゃないし。泣かない。ハツは2枚切れ。これも安全ですね。イーソーと変えましょう。いやー、3ピンかローピン、サブローピン。これね、ポンしても別にありなんですけど、9ピン。でも、赤ウーピンとかチーピンじゃ切るのって感じですもんね。あー、次のね、ピン、9ピンとか出てきたらポンしましょうか。ポンして赤ウーピン勝負。え、なんかすごい空中戦だよ。なんでみんなやる気すごいね。あー、来た来た来た。さらっと切る。テンパイかん、ペン3ピン、ペン3ピン、ペン3ピン。あ、ああ、これは思わぬ失点。シモちゃん、3ピン薄。うらうら、うわ、痛い、高い。リーチ、うわ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 、ね、今リーチのみがうらうらによって5200になりましたね。そして私の親が亡くなったと、そういうことでございますか。プレイヤーはペーチャです。お、稲妻来た。めっちゃいい手来た。後輩バイだ。リーチ早そうですね。染めたい。ワンズがいい。引かないかな。ポン。染めます。男気、両面切っちゃうよ。各茶どんな最終形を思い描いているのか。ペートン本一ドラ一で、もう一個ドラなんか来ちゃったりとかしたら跳ねまん。薬杯でもいいよ。だから染めて大きく。あー、帰ってきたよ。さよなら。さよならしましょう。ワンズが結構みんな切ってるし。あー、何回でもやってくる。いらっしゃいませ、ありがとうございました。シャアが2枚切れ。さあ、今のところワンズを引かない。高くやろうよ。せっかくさ、こんなに。あ、来た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 。いいの入ったよ、ウーワン。チュンが場に1枚切れでしょ。ポン。枚数でいきます。いいシャンテン。うんうん。次のね、もしワンズが泣けた時にチュン短期にするのか、それとも違うとこでね、ワンズでサブローワンとか他のとこで待つのか、ちょっと考えておく。今のところは場に1枚切れのチュンも悪くないなと思っています。チーなので泣いてチュン短期。
で、イーマンがね、今ね、2枚切れで、ああ、見物。あ、出た！上がれた！ほう！見事な上がりです。上がりきれましたね。はい、満貫で、ね、トン、ペイ、ホーニーズドライチ。ありがたや。これでトップ面。そして、オーラス。トン4曲、ドラマローピン、プレイヤーはシャーチャです。この4シャンテン、スーシャンテン。トップ目なので、ここは値段よりスピード重視。ドラがローピン。果たしてトップを守りきれるか。3号差。1000点でもいいんですよ。1000点でもいいから上がれば勝ちなんですけど、ちょっと今回の手は、パンヤオとか、ピンフにならないかもしれない。で、いつもだったらね、結構自敗から打つんですけど、今ね、ちょっと悩んじゃった。トンが出てきた。あ、トン2枚切れ。一応今4統一か。全然嬉しくないけど。9ピン切ってこうかなと思ってて、ワンズがこうスライドした時に E1 も手放せれば、こういきますね。E1 が手放せれば、タンヤオの仕掛けもできると。で、今回のもう一個のポイントがね、3500点差じゃないですか、下茶のね方と。で、3500ってことは天敗脳天で変わっちゃうんですよ。天敗脳天で変わっちゃうから、結構動ける牌は動いてでもいいから、天敗取っとかないと苦しいんですよね。で、リャンワンが2枚切れ。ここは統一落とし。ウーソーとかもね、泣こうかな。あ、ローピン出てきた。うわーお。うわーお。でね、1万点差じゃないですか、親と。に3着目のね。ローピンないんかい。これね、持ってそうなのよ。今さ、ローピンポンして打球ピンでしょ。チーピン持ってそうだよね。はあ、よかった。タンヤオかな？あっ、赤をね、あとどう持ってるかによりますよね。私が今回赤もドラもない手だから。何このもう目まぐるしい展開。ちょっと怖いね。どうしよっか。E1 は通りそう。みんなに。ああ、横移動。しかも一発か。裏は乗らなかったんですね。ほっ。ってことはこれ私トップですよ。イエーイ。さあ、ということで、今回は数風連打からのトップ、羽マンとかないので、今回は6回いけるんだよね。やばいじゃんこれ。さあ、ということで今回は運よくトップ守りきれました。イエーイ。ということで、もうゴシゴシ回していきたいと思います。いきます。1、2、3、4、5、6。はい、ということで見ていきましょう。1個目、19番。なし。次、17番。なし。もうなんか数が少ないからさ、あんまり当たんない。68番、0。次、73、ない。次、72、ない。72、ない。69、ない。ないよ、一個もなかったよ。トップ取ったのに。トップ取ったのに一個も開きませんでした。まあ4つしかないからね。
もうだいぶ少なくなりましたが、欲しい番号は2と6と28と60。出ませんでした、残念。ということで今回はトップでしたがビンゴならず、すいませんでした。動画ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではバイバーイ。